ロンスベルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のオストアルゴイ軍に属す市場長である。ロンスベルクは、アルゴイ地方に位置する。この町は、公式には17の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ディンギースバイラー集落この集落は、農業の村である。集落の中心には、セーレオンハルトに捧げられた。 礼拝堂がある。教会組織は、ウンター・アルゴイのエンゲトリート司祭区に属す。ウルジン家は1130年頃に、ロンスベルクに、新しい首相を造営した。1546年に市場長に昇格した、ロンスベルクは、共に、オーストリア大公の支配下にあった、ケンプテンコート・オットーボイレン修道院との間で、分割統治されていた。クビのロンスベルク自体は、 ケンプテン側に属した。1803年の帝国代表者会議主要、決議以降、この集落はバイエルン領となった。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令によって、現在の自治体が成立した。最初のロンスベルク教区協会の建設は1845年から1847年に、なされた。 2020年3月15日の選挙で、ミハエル・シュトルムが95.8%の支持票を集めて町長に選出された。ズンガラ、赤字に、金の獅子。青と銀の斜め縞模様の竿に付けられた青と金に、斜めに分割の旗をその前足で支えている。ありがとうございます。